はい、髪型が決まりません。何か。私は、超特大の大技を使って、病気のような状態に、あえてなって、それでそれを最後に治して、っていうことをしようとしてたんだが、やっぱり、それで思ったのが、それって結局、病気みたいな状態になるってことは、病気の人とは全く変わりがないってことなんだよね。だから、成果は何も残せないわけじゃん。だから、世の中で価値があるものは、遺伝子とそれに付随した成果が出てる男かどうかっていうことなんだよね、きっと。なぜかっていうと、全然女が寄りつかないからかさ。全然すごいやつだって思われてない。だけど、だけど、超大技を出すために、これをやってるわけさ。実際に、うまくいけばいいんだけれど、そんなんじゃなくて、通常の自分で攻めればよかったよ。そしたらこのエイペックスだって、うまくいっ、ある程度、どこまで行くかわかんないけど、だって、その自分でこのゲームをプレイしたわけじゃないから。ある程度うまくいったはずだ。ただ、私は、実際何に興味を持っているのかわからない。とてつもなく、途方もなく高いものに、興味関心を抱いている。だから、外界じゃなくて、まずは自分に目を向けたんだ。内面というか、外部じゃなくて内部に目を向けたっていうか。そんなことできるのかね。繊細すぎて何とも言えない。やばい。気功の動画を見てるので、ちょっと気持ちが良くなる。気分が良くなる。気が飛んでくるから。こうしたら逆に気が飛んでくるのか。画面の向こうに。